めっちゃ気になるわこの非凡サラリーマン。すげえ気になる。めちゃくちゃ気になる。行ってみようかな。非凡サラリーマンが気になりすぎる。行ってみようよ。あ、ジムだジム。ジムリーダー誰だっけ。え、もしかして存在感薄い感じになっちゃってない、もしかして。え、秘密のメニュー、ちょっとわからないわ。あ、この人ジムリーダーっぽくない、後ろ姿てか横の姿。サラリーマンむしゃむしゃもぐもぐ。秘密のメニュー、あ、今自分が食べてるのは普通のメニューですが、レモンを絞るとさっぱりとしていてうまいですよ。なるほど、じゃあレモンは確定なんだな。この人絶対ジムリーダーだ多分。非凡サラリーマン、ジムリーダー青木に挑みますか。はい、それではバトルコートへお上がり。こんな場所でやって大丈夫？青木さん出番だよ絶対あの人。正面から見たい。あ、あー、どうも、あ、どうもどうもどうも。すげえ、普通にサラリーマン。自分がチャンプルジム配属、ジムリーダー青木です。すごい低いテンションで喋ってそう。雑談ばかりしてると上司に怒られますので。いや、もう普通に会社員なんだね。勝負を始めましょう。サブで、ジムリーダーやってるみたいな。上司に詰められるか、まだまだ余裕がありますね。上司、めちゃくちゃ上司怖がってる。社会人お得意の技出してもよろしいでしょうか。じゃあ僕も出してもよろしいでしょうか。お世話になっております。あら、そういうのじゃなくて、なになに、から元気、あ、なるほど、から元気お得意の技。確かに確かに、まずい、一発でやられた、これはまずい。そう、やばい、社会人力で負けてる、これはまずい。ナイスすぎる。どうよ、いやー、いや、これは逆に社会人力で上回ったとも言えるのかもしれない。ジムバッジが4つあれば、レベル40までのポケモンは捕まえやすいということも聞きます。この歩きながら話すのも社会人感あるよね。社会人というか、なんか、リアルというか。あ、え、おごってくださるんですか？あなたのような元気な子には必要なさそうですが、こちらもどうぞ。あ、から元気かな？あ、僕、から元気いただいちゃった。明日の仕事、ちょっとから元気で頑張ろう。から元気ってそもそもどういう意味なんだっけ？すげえ、から元気で調べたら、まず、ポケモン出るんだな。上辺だけ元気があるように見せかけること、そっか、から元気ってそうか。から元気いただけば、別に僕元気に仕事をしてるから、大丈夫だけどな。仕事大変な時に使わせてもらうわ、から元気。